皆さんどうも、橋本でございます。前回に続きまして、ブラームス交響曲第3番の解説を始めていきたいと思います。今日は第4楽章3回目120小節目から193小節目までを解説していきます。まず120小節目からのボーイングは当然ダウンアップダウンアップの指順で弾くようにしてください。でピアニッシモになりますので、音量の出し過ぎはくれぐれも注意していただきたいと思います。でポジションですが、特にこだわるところはないんですけれども、124小節目からまとめて取ることができます。最初のですとアスを1、1と、ここは第2、第3の中間ポジションを使ってまとめて取ると、最後の S までをまとめて取ることができますので、自信がある方はこちらのポジションを使っていただいても構いません。129小節目からのボーイングですが、最初ピアニッシモからのディミネートになります。でここはダウンから入っていただいても、アップから入っていただいても構いません。133小節目からの S の長いタイプの場所が一意味で弾き切れない場合は、最初アップから入って、この S のタイプの場所の後半あたりで今のように1回分回復としていただいても構いません。138小節目からの2小節間ですが、5弦の方は今のようにオクターブ下げて弾いていただいても構いません。ただ楽譜通りに弾くと、このピアニッシモの丸カード音の立ち上がりがちょっと遅くなりますので、音量の調節が難しくて音量が大きくなってしまう場合は、もう書いてある通りにオクターブを上げての本来の音で弾いていただきたいと思います。140小節目以降で4回同じ形が続いていきます。で後半はフォルテになります。ボーイングはもう同じようにダウンからの指順と弾くようにしてください。でその後ですが、147小節目のデーはアップから入って、で今のようにアップダウンアップとの指順で弾いていただきたいと思います。で150小節目以降弾きますと、200目からの入りになりますので、最初アップから入ってのダウン、でその後は3連符は4、5分の3連符の入りはアップから入っての指順となります。それ以降も以前も200目から入る形はアップダウンと弾いていただきたいと思います。164小節目以降は最初のハーをダウンを起点に指順と弾いていただきたいと思います。8小節目から2小節間に関しては、今ダウンアップダウンで、次の小節は逆指でアップダウンアップと弾いたんですけれども、2分音符の正のアクセントをダウンで弾きたいのであれば、今のようにダウンアップアップダウンアップアップと弾いていただいても構いません。172小節目から再演部分に入ります。でポジションをおさらいしておきますと、最初の正は1で、次のですは4を使っていただきたいと思います。で次の小節のアスとゲーは第6第7の中間ポジションを使ってアスを3で、ゲーは2と取っていただきたいと思います。もう一度弾きますと、この2小節間はこのような形となります。174小節目からの4小節間は最初の8音符にアクセントがついています。でこのアクセントをダウンと弾いていただいても構いませんし、あるいは後ろの不転四分音符を比較的長く弾きたいのであれば、逆読みにしてこのようにアップダウンアップダウンと逆読みで弾いていただいても構いません。でポジションですが、いずれもオクターブの形が出てきますので、アスのオクターブでゲーのオクターブもいずれもポジションはまとめて取るようにしてください。179小節目アフタフトからのポジションを説明していきます。最初のですは2からスタートしてチェーまでをまとめて取ります。でその次がベーとアスが連続して出てきますので、ここは第2第3の中間ポジションを使ってベーとアスは A 線でまとめて取るようにしてください。ここまでよろしいでしょうか。で次の F は第1ポジションに戻って A 線の2を使います。その後はまとめて取りまして、正までをまとめて取ることができます。もう一度前から弾きますと、で最後のアスは
第2第3の中間ポジションに戻って D 線の4で取っていただきたいと思います。181小節目のボーイングですが、82小節目と同じようにダウンダウンアップアップと弾いていただいても構いませんし、あるいは1拍目2拍目ともにソウルサウンドがありますので、それを同じボーイングで均等に弾きたいのであれば、ここだけダウンアップダウンアップと弓順で弾いていただいても構いません。でその後のシンコペーションは最初の F をダウンの起点に弓順で弾いていただきたいと思います。ポジションは次のハーとゼを2-4で、再びデスとデが出てきますので、ここも2-4と使います。ここまでよろしいでしょうか。で次からのフォルティッシモの打ち込みは、この6小節間はいつでもダウンと弾くようにしてください。はい、今日はここまでとさせていただきます。今日説明した部分のボーイングですが、174小節目からの4小節間など一部複数のパターンを説明しました。これらの部分はどう解釈するかによってボーイングも変わってきますので、最終的には両方試してやりやすい方を選択していただきたいと思います。今日の動画はここまでとなります。この動画が良ければグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。ではまた次回。